iPad からの配信で携帯でコメントとか読んだりしようかなって、あとは配信しながら先輩方がメール送ってたからやってみようって思って、こっちでやらなくてもいいんだ、こっちで自分のを開けばいいのね。自分はどこだ、音量なしにして、本当マスカラは配信しない。 OK。 お、こんばんは、こんばんは。もうすごい同じように来てる。こんばんは、 STU48 3期研究生の奥田結菜です。テロップ書きます。お誕生日おめでとう、ありがとう。明後日、正確には明後日だけど、誕生日まで、うびまで、あと2日。短冊書く、短冊書くよ。OK。 すごい、おまちゃんハートいっぱいありがとう。たまさんもハートいっぱいありがとう。やっぱり高さ的に合わないね。こんばんは、こんばんは。充電は大丈夫、 100% から始めた今日。誕生日おめでとう、ありがとう。そう、今ね、いつも使ってるあれなの、リングライトにただ立てかけてるだけだからバターってなるのが怖い。珍しいでしょ、超珍しい。あ、ここかなんかこの画面目のとこをいつもの位置にすると、みんなから見るとこうなっちゃうの、私が。そう、 iPad やと音響かん。本当？ iPad やと響かんの。へえ。あ、ここにあ、でも声が響く声だって書いてある久しぶりの岐阜どうですか、かな。良きよ、良きよ岐阜。あれなの、なんか私広島、今日広島から来たんだけど、引っ越しじゃなくて、あのあれ、実家に帰省したんだけど、そう、広島で私がちょうど出たぐらいの時間に雨が一番強くって、で私が広島から去ったら雨が引いて、で逆に私が岐阜に着いたらその雨が強くなってみたいな。そう、私がいるとこが雨今日強いまあ普通にあの昨日の予報から私がちょうど着くぐらいの時間に岐阜は強くなるなとか、そう、広島出た後に静かになるなって思っとったけど、本当にその通りだった。そう、雨女かしらね、かまちゃん、だるまありがとう。楽だね、近寄らなくても見える、これなら。かまちゃん、ハートもありがとう。そう、雨も連れて行った、そう、多分雨も連れてってくれたの、そう、連れてっちゃったの、そう、やっちゃった。雨あんだかな、もしかしたらね、雨とお友達かもしんないね。さすがにギフタンメンはまだ行ってない。今日はまだ岐阜についてゲームしかできてない。でも今回の帰省はあの前よりも長いこといられるから、そう、いろいろできる。お友達とあの遊ぶ約束も何人かもしたし、そう、カラオケ行ったりとかカフェ行ったりとかもう約束してある。そう、雨も岐阜に帰省した説ね、あるね。私と一緒に多分ね、新幹線の上を一緒についてきたんやろうね。誕生日おめでとう、ありがとうやばい、こっちだね、目。ありがとう。17歳になります。こんばんは、こんばんは、かまちゃん。
星ありがとう。こんばんは、こんばんは。マグモも新幹線乗ってたのかなね。多分私と一緒に来た。答えは1、2、3のどれ。正解は2でした。ちょうど今ね、メール書いてたとこだったの。そう、メール書いてたとこだった。お誕生日おめでとう。ありがとう。かまちゃん、会いたい。私も会いたい。ありがとう。しゃ。なんか見るとかが慣れない、すごい。雨雲もおつまみなのかなね。一緒についてきた。そう、私と一緒にね、岐阜来たよ。目線違うね。そう、いつも見てるカメラの方向じゃなくてこっち側にあるから、ここだからね、むずい。そう、どっちが強いの？弟さん。いや、今日もやり返したけど、弟の方が勝つことは多かったけど、私も全然勝てた。うん、勝てた。たまさん、ハートありがとう。七夕の飾りね、ここにある。そう、持ってきた。でもこれしてたら短冊書く時間ないかなと思って、今日は短冊を書くことに集中する。愛する推しが帰ってきて、パパとママ喜んでそうだね。ね、パパはまだ帰ってきたよ。ママはちょっと前に帰ってきた。忙しいらしい。みんなに見つめられるのはやかしい。なんかね、いつもよりカメラがさ、位置が自分より下にあるから見下してるみたいになっちゃう。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、テレマカシー、テレマカシー、テレマカシー。たま、たまさん、ハートありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。実家にも愛情ある？うん、ないから。そう、弟と買いに行こうって明日一緒に話してたの。あと何枚だっけ？あとね、11枚。で、七夕の誕生日には後ろに飾ったりしたいから、そう、今日で5枚、明日で5枚は書かなきゃって思う。誕生日は実家配信。うん、そう、誕生日は実家で過ごせそう。そうなの。家だったら一人だったからね、よかった。帰ってきたら私の家分かった。今外装工事中でブルー色ですね。私あれ、そう、今日ね、あれなぜか分かんない、かまちゃんが大阪へと思っとって、なぜか分かんない。そう、いつもちゃんと京都って分かってるのに、大阪の時にめっちゃ見てて、京都の時爆睡してた。私今日ね、新幹線ね、あれなの、降り遅れそうになった。マジで危なかった、本当に。もうちょいで、そう、あれやったね、ね、名古屋の次で降りるとこやった。名古屋で降りれんかった。そう、名古屋で泊まったちょい後とかに起きて、そう、慌てて荷物とか下ろしてさ。危なかった、本当に。今日新幹線で、そう、寝てたの。そう、ね、今までも前帰省した時も寝てたんだけど、毎回アナウンスでちゃんと起きるので、今回もちゃんとアナウンスで起きたのに、アナウンスで起きてその後すぐ二度寝したから、危なかった。今日本当に危なかった。よし、短冊を書こう。短冊書くようなもの、あ、いいとこがあるじゃない。そう、ここにね、あのな、引き出しみたいなのって、ここにも書けるスペースがあるの。力をかけすぎなければ。横浜、そうな、そう、それ以降になる方もうね、奥行っちゃうとこだったの。ん？ You know JKT48? Yes。 知ってます。 I know ジャカルタ48。 そう、昨日のね、配信の時に、ジャカルタの方の配信が終わった後に、ショールーム特有のあの飛び飛びのやつで、そう、ジャカルタのファンの方がたくさん来てくださったの。そうの、そう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 、びっくりした。超気になるだったね。やばかった、本当に危なかった。やばかった、本当に。また世界進出チャンス来たね。ありがとうございます。なんでだろう、なんでだろうね、びっくりだね。
ね、あれからなんか余計私ジャカルタの方のことが気になって、今日とかも配信してた方がいらっしゃったんですけど見に行っちゃいました。そう、アイマビューティフルインインドネシアン、ビューティフルインインドネシアンらしいです。そう、今日もグローバルユニアンね、今日もだ。ね、そう、難しい、英語が苦手だからさ。そう、ジャカルタ顔なの、ジャカルタ顔なの私って、何顔。友達にはめっちゃ日本顔って言われた。私って何顔ですか。うちの母さんちょっとハーフっぽい感じなんだけどね。ねえ、リコジさん連れてくるしかないよね。私も昨日配信終わってからお母さんのとこに行って、リコチさんのとこに飛んでたらね、英語できたのになってお話ししてた。でもね、でも私のとこに飛んできてくださったものもなんかの縁なので、ちょっとだけだけで英語機能頑張った。和風顔、和風顔。I'm beautiful in Indonesia arc cantic。 誰か翻訳を。誰か翻訳を。美濃顔、美濃顔、岐阜の美濃。うん、 The Japanese face。 日本、日本顔。日本顔、岐阜っ子、岐阜っ子の顔、岐阜っ子の顔でしょ。英語は難しいわな。でも家なのインドネシア語ならできる。無理無理。難しい、英語よりインドネシア語よね。難しい、挨拶ぐらいしか書かないね。今日仕事中で帰りだから、京都餃子の王将で餃子10人前と駅弁3人前。大丈夫。世界の国だ。いやー、そんなそんなそんな、先生しみさんに教えてもらいましょうね。そうそうだね、先輩方に頼るしかない。美しいと言ってるわ、美しいだって。 Thank you。 え、インドネシア語でありがとうは何だと思う？調べてみる。インドネシア語でありがとうなんてだ、これが。トリマカシ、トリマカシ、トリマカシ、トリマカシ。こんばんは、こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとう。あと2日後もが当日だから、その時も来てね。こんばんは、こんばんは、タマさん、ハートありがとう。トリマカシ、トリマカシ、トリマカシ、テレマカシ、テレマカシ、テレマカシ。なんだろう、なんて言えばいい、うん、難しいな。どうしよう、ありがとうとか何を伝えようかな、難しいな。あ、タマさんハート500個、ありがとう。ちょっと見る方が難しい、今日合ってるよねここで。インドネシア語で世界で一番簡単な言語って言われて、そうなの、インドネシア語そうなの。逆に日本ってね難しいっていうね、あのひらがなカタカナ英語ってある、え違う、ひらがなカタカナ漢字ってあるからさね、スマホ便利だよね。ね、翻訳機能が今あるから、ありがとうとかね伝えよう。これ silakan jatuh cinta dengan setoji、silakan jatuh cinta dengan setoji。 あ、言えない。silakan jatuh cinta dengan setoji。 翻訳すると瀬戸内を好きになってくださいって意味なんだけど、ちょっとこれはさすがに言えない。難しい、難しいな、これは言えないな。ね、なやさやゆいな、ゆいにゃ、ゆいにゃ、こんばんは、こんばんは。日本が世界で一番、一番なの、そうなの。誕生日おめでとう、ありがとう。明後日が当日よ。うん、
日本語は日本人ですらね、日本人ですら難しいよ本当にびっくりしてる。そう、今のはインドネシア語で瀬戸内を好きになってくださいって意味。むずっ、待って、急に音が出なくなった。反抗期、なんか急に出なくなった。ほんと最近携帯がおかしい。もういいもういい。そう、短冊の願いはツアーでユイニャに会いに行きますようにね。会いに来て約束約束ですね。グッズもあるからグッズもね見てね。21時、今21時、ほんとだ。今日って何分から？45から始めたか。はあ、初見さん、ユイニャのお誕生日ありがとうね。初見さんありがとうお祝いしてくれて、よかったら見ててあ、こっちかカメラ、やばい。猫や猫やね、出たテロップ。岐阜でスマホ買い替えするかもって言ってた。そう、買い替えするつもり。7月7日ユイニャの誕生日ですので、7日の配信来てね。ね、そう、あさってが誕生日当日なのでぜひ来てください。明日決戦どうしよう、いつ行けるんかな。お母さんと一緒に行かなきゃ、まだ未成年だからさ、いろいろ自分一人でできないからさ。ユイニャが神戸に来ますように。どうだろうどうだろう、どこだろうね。あ、こっちじゃない、こっちかねえ、どこに出るでしょう。一気に初見さん増える、増えるかな。ユイニャヤッホーヤッホー。自撮りの画質良くなるね。ね、自撮りの画質良くなったらね、いいよね。綺麗な写真見せれるもんね。ヤッホーさん、クラッカーありがとう。こんばんは、こんばんは。7日岐阜橋原駅集合ですかな。橋間か、いけるかな。こんばんは、こんばんは。ツアーでユイニャママやりますように。ママママ私じゃないの。こんばんは。3期生ってずるずにタオメメッセージ送り合ったりする文化ある？あのね、あれ、3期生はまだ誕生日迎えたのが2人だけで、かすみは本当にあのこれが3期生ですって集められた数日後とかが誕生日だったから、みんなね、そう、かすみの誕生日を知らなかったわけなの。でも私はかすみと唯一の同級生だったから、4月7日だったんだけど、そう、私が一番最初に STU 内で応援したの。応援じゃない、なんだっけ、おめでとうって言ったのが、そう、私なんだよ、かすみ誕生日は。でもその時はまだ個別の LINE とかしてなかったから、確か、そう、普通にその日レッスンだったから、レッスンの時におめでとうって最初に言ったのが私だった。で、ヒータンの時はちゃんと、ヒータンが先月の20日かな、6月20日かな、誕生日だったんだけど、その日も0時ぴったりに送った。そう、ちなみに配信も見てた。そう、かすみんね、そう、本当に入ってすぐだったから、そうなのね。2006年4月なのか、そう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 。こんばんは、こんばんは。実質ユイニャンが初、そう、かすみんはね、最初に行ったよ。そう、私が、天気が来た、ほうほうほう。誕生日おめでとう、ありがとうあさって当日だから、あさっても来てね。ユイニャン誕生日オールナイト配信するわ、したいんだけど年齢的にできない。そうだから、みんなあれ、0時ぴったりとかにあれだね、ツイートとかしてほしいな友達とか来る、友達とね、わかんない、家に来るかはわかんないけど、友達と遊ぶ予定はできた。でも0時は16歳、まあ17歳になるけど、あれです、歩道時間になってしまうので、外に出ることは禁止です禁止です。アンピーもより綺麗に撮れる、確かに、アンナさんもより綺麗に撮れる、同期のことも綺麗に撮れるじゃん。こんばんは、こんばんは。7日に3期全員がこの配信来ますように。どうだろう、7日レッスンあったのかな、みんなどうだろう。私はないけど、でも確か先輩の公演7日にあったよね。誕生日おめでとう、ありがとう。うん、
トマトさん、お花ありがとう。なあちゃんの誕生日は9月19なのね。まだもうちょい先か。こんばんは、こんばんは。門限は何時？門限はね、あれなの、ないけど、そう、なんかすごい親に信用されてるから門限はない。でも絶対歩道時間前には帰ってくるし、歩道時間を過ぎるってことは私の中ではありえないことだから、そう、規則とか絶対守りたいタイプだからね。ハッシュタグ奥田結菜生誕祭2023とかハッシュタグつけたらいいかな。うん、奥田結菜とかな、結菜へお返事でもいいし、そう、あとはやっぱそれだね、生誕祭2023とかつけてもらったら嬉しい。ユニアの笑った顔かわいい。さっきまで焼きそば食べてたけど詰まってない。はちょうどここに出てきた、ありがとう短冊。うん、ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ奥田ユニアとユニアへお返事、ユニアへお返事はどっちでもいいけど、本名つけてくだされば全部見ると思います。小入れ娘、そうなのよ、そうなのよ。友達の家お泊まりしたこと、うん、友達の家お泊まりはしたことある。でもそうだね、あの歩道時間前に泊まりに行ってそれ以降は出ない。うん、でもお泊まりは全然ある。マクさん短冊ありがとう。短冊そうだ、書かなきゃじゃん。実家に帰るんならこてつくん配信出てくれるんかな。あれかな、ヨナンチの犬の名前かな。私はユナじゃない、ユイナです。あ、青森大丈夫だよね。でも自分でびっくりした、花火綺麗だね。私花火綺麗、びっくりした。こんなに綺麗だっけ、びっくり。よし、今日画面が大きいからよく見える。でも見るとか難しいな、これ。安心安全ユニア、安全。よし、書こう書こう書こう。次、黄色の短冊に何を書こうか、何を書こうかな。顎は大丈夫そう。顎はね、ガクガク言う。でも昨日より痛くない。歯並び綺麗、ありがとう。顔も綺麗わ、さすが、ありがとう。歯並びは前からの自慢じゃね。歯並びはね、そう、すごい綺麗。実家のピアノ配信見てみたいかも。さっき弾いてた私ピアノ、このね、端末の真後ろにあるんだけど、さっきまで弟と弾いてた。お誕生日おめでとう、ありがとう。なんか弟が最近ピアノに興味持ち始めたみたいで。お誕生日おめでとう、ありがとう。みんなの歯並びも綺麗だけど心も綺麗、綺麗。心綺麗かな、ありがとう。歯並びも綺麗、国宝級画面、ありがとう。私なんかが国宝でいいのか。私なんかがいいのか。ママさんも綺麗、見たことないでしょ、見たことないでしょ。こんばんは、こんばんは。ピアノやってた、ピアノやってたよ。そう、自分で習ってたのはそんな 3,4 年とか短いけど、保育園から独学自分でやってた、好きだったから。心も映画も好き。何、みんな褒めるじゃん、すごい。なんか欲しいの。なんか欲しいのって。何書こうかな。かかりつけの歯医者さんがあるのは見てもらってば。確かに。でもな、歯医者さん、かかりつけないな。こんばんは、こんばんは。画面大きい、なんか変な感じ。待って、書かなきゃなの私は。変な感じ。出た、なんか欲しいのね。やっと7回目、本当、あれか、変わったからか、アカウントか。レッスンが欲しいんでしょ。あれでツアー来てもらったらいっぱいレッスンを。あるよ、多分一度ぐらいすれ違ったことがありそう。確かにありそう。1回ぐらいは岐阜の人はありそう。今日5枚が終わらないね、終わらない。顎は良くなりますね、確かに。顎は良くなってほしい。なんかね、ほんとガクガクするの。なんでだろう。誕生日おめでとう、ありがとう。そしてフォローありがとうございます。
自分書く感じでしょ、仲間じゃん仲間じゃん、私もだよ。100回目の訪問って書いてない？100回目の訪問どこ、どこに書いてある、わかんないな。かいちゃん、感じありがとう。ワインはトマトジュースソースやけど、好きなパスタの種類は、好きなのトマト、最近は一番最近食べたのはトマト、トマト、いや待って、その後に私サイゼリアでペペロンチーノ食べた。うん、でも明太子とかも食べるし、パスタは基本的に何でも好きよ。こんばんは、こんばんは。そっちには反映されないのね、されないのかな。誕生日イブイブかな、そうイブイブです今日。やばいやばいやば、17になってしまう多分どうだろう、明日は、明日は化粧してるかな。16歳ラストのすっぴんの可能性もあるからちゃんと見とくんだよ。わかんない、明日もメイクしないかもだけどさすがに当日17歳になった時の配信はメイクするけど、わかんない、16歳最後のすっぴんかもだから、いっぱい見といていっぱい見といて。うん、今度は何関係にする、そうだ何関係にしようかな。健康でとか書いたね。なんだろう、でもあれもあるかも、ショールームの目標書いたし、完売とかもお願いしたし、どうだろう、一回なんかね、いっぱい思いついたんだけど一気になんか頭からすっぽ抜けていく。こんばんは、こんばんは。欲しいものがあったら短冊に書いてみたら。なるほどね、欲しいものか、何が欲しい、今顎が痛いからゼリーが欲しいかもそうゼリー買ってやる、顎が痛くって。別にどうだろう、食べるのにめっちゃシュシュ、あのなんかめっちゃ痛いとかではないけど、昨日は痛すぎてゼリーばっか食べた。抹茶クリームパスタ、抹茶、ないかも。でも茶そば、なんか抹茶のそばみたいな食べたことある。ダンスうまくなりますよね、確かにダンスねうまくなりたい。海鮮系のパスタ、あー美味しい。誕生日にピアノ聴きたいな、聴きたいな。私もいけるかな、あれさっきちょうどね、あれ耳こびだけど鼻だれちょっと引いてた今ならいいの、うん、岐阜にいるよ。パスタソースはハバネロ、あ、ハバネロね、辛いやつね、美味しいよね。顎関節症がなりますように、感じむずい、確かにむずい、顎関節症は。なんだろう、顎が外れませんようにどうしよう、何にしようかな。でも自分のこと、まあ自分にもプラスではあるけど、 100% 自分のことではないけど、私のことを応援してくださってる方が私の出る公演当たってほしいそう、ファンの方が公演当たりますようにって、当たってほしいね。当たらないとさ、そう見てもらえないからさね、そうなのよ。やっぱお母さんと三角関係、三角関係かな。誕生日はパーティーだからね、おしゃれしてメイクもして楽しみ、そうさすがにするゼリーはすぐかな、ね確かにすぐかな、今すぐコンビニ買いに行けるし。ランブミニ色紙が我が家に届きました。壁島ちゃんといちごって惜しくない、確かに3期生だ、惜しいね、かわいい、ありがとうあの岐阜でのバイト終わり姿が見たいな。ノーメイク髪バサバサ、はるちゃん好きよ。あれやだよ、あれやだよ、そんなバイト、バイトが帽子かぶる系だったから髪バサバサでね配信してたから、オーディションの時。こんばんは、こんばんは。ファンが増えますように、確かに鼻台弾けるのすごいね、すごいかな、見込みできるんだ、すげえね。顎は強くなりますね、確かに顎強くなりたいピアノが弾けたなら、あーね、ピアノ弾けたらいいよね、ピアノ、私ももっと上手になりたいもん。誕生日と棚田かぶるのは得損、得でしかない、
得でしかない。7月7日って特にゾロ目でも覚えてもらえる数字だし、でも私が一番いいって思うのは、なんかなんて言うんだろう、なんかそういう行事ごとの時ってなんて言うんだろう、表すと、なんか例えば春分の日とかさ、あの建国記念日とかだと祝日、基本祝日だけど七夕って祝日ではないから、そう土日と被って、ね、すらいなければ学校でお友達にね、今日誕生日おめでとうって言ってもらえるし、そう特別な日であるけど祝日じゃないからいいよね。そう出身地わかる？本当に優しい。そうね、当選そうだね、みんなの気持ちも乗せて、ファンの方が公演当選しますようにって書こう。よし決めた。ファンの方が、ファンの方がツアーのチケット、瀬戸内ツアーのチケット、ファンの方が瀬戸内ツアー、なんて書こう、ツアー公演に当たが、ファンの方が公演に当たりますように、ファンの方が私の出る、でもな、私の出る、どうだろう、一回置いとこう、なんかこう、応援してくださる方が、どうしよう、応援してくださる方がツアー公演やっておりますようにでいいや。 OK、 まあ、ファンも応援してくださる方もほぼ同じだけど、応援してくだ、公演難しいな、当たりますように、時はもうちょい上に詰めて書くけど、漢字間違いがないか見てください。応援してくださる方がツアーの公演当たりますように、最後の方がちょっと詰まっちゃったけどどうかな。応援してくださる方がツアーの公演当たりますように、漢字間違ってないですか？文章おかしくないですか？大丈夫ですか？大丈夫かな。こんばんは、感じ合ってる？お、OK？ 丸そうですか？ツアーの声当たりますように。よきかね。演じてくださる方がツアーの声当たりますように。お、OK らしい。参加チャンスあったから 18×3、54公演すべて落選。すごいね。それでもショックだね。ショックだけど、やっぱそれだけ ST48 がどんどんね、知名度上がって人気も上がってね、たくさんの人に応援してもらえてるっていうことだね。研究生ツアーの方も頑張らなきゃだね。ね、完売するといいな。ちょよ
字の棚があるからこっちやっといて。待って、なんでボールペンで書いてるんだろう。これだ、これだ。ヒンニャも歩けば棒に当たるかな、当たるかな。こんばん、こんばんは、スプマーテさん、かわいい、ありがとう。お会いしてくださる方がツアーの声当たりますように。そう、当たるといいな、みんながね。なんかお披露目だっけなの時も話してたんだって、もし私のペンライトの色とかうちわが一個もなかったらどうしようって。今のところちゃんとあるから大丈夫、頑張ってるちゃんと応援してくださる方がいるから頑張れてる。よいしょ。でもね、応援してくださる方がいるっていうのは当たり前のことじゃないからね。そう、大切なファンの方ね。そう、これからも大切にしなきゃですよ。そうです。あー、 OK。 これがちょっと奥が詰まっちゃったから、もうちょい上の辺から書く。ツアーいますように、あたりますように。 OK、 かけた。キヨ兄さん、ペンライトありがとう。あとは当日、あ、当日ね、なるほど。すでに完売してますよ。完売してる。どう、誕生日の日本のどこかの街のビジョンでユニアの名前が出るかもしれないかを楽しみに。あれか、渋谷だっけ、なんかあるよね、名前みたいなの。なんか聞いたことある、あるよね。出るのかな、どうしたら出るんだろうね、よくわかんない。誰かがお願いすると出るのかな。うんうん、有名なやつね。それかもしかしてそれをしてくれようとしてくださってるのかな。申し込みで見たの？そうなの？アイビジョン、あ、それだそれだ。申し込んだの？私の？そうなの？え、本当にアイビジョン申し込んだの？私の人生初めてじゃん。そうなの？あれ？何？そうやって申し込むページか何かがあるのかな？すごい！ありがとうございます、クミトラさん！ありがとう！楽しみ、それは。見てみたい。見てみたい。見に行きたいというか、普通に見に行きたい。こんばん、こんばん！パチパチだよ、本当に。ね、みんな知ってる？アイビジョン。そうだ、名前が出てこなかったけど。どこだっけ？人通りが多いとこよね。あそこに名前が出るみたいなさ。へぇ、すごいね。へぇ、くんちゃらさんナイスですね。やばやばえ、やばアイドルしちゃってるかも、私。やば、本当に顔赤くなっちゃった。本当に、なんか今まで STU メンバーさんとかもあったかな。あれ、抽選？あ、抽選なんだ。当たれば出る、そういうことね。抽選なんだ。私確実になんか申し込めば出るかと思った。抽選らしいよ。私はまあ織姫、織姫、七夕生まれの、まあ、織姫なので、7月7日生まれなので運がいいことを願って。そうなの。へえ、すごい、楽しみ。一つ増えたね、増えた。すごい。え、わかるよ。あの、全然そういう系疎い私でもわかるもん。やばい。クミドラさん、すごい。誕生日は優先されるらしい話を聞いたから出る可能性信じるしか。何時くらいに出るんだろう。見たい。見たい。
1ヶ月前でした確実なの。え、そうなの。え、待って、それちょっと気になる。へえ、いやまた私のためにそんな、ありがとうございます。そんなびっくりだね。やばくないだって自分の名前がね、そんなとこに。はあ、なんてこった。お誕生日おめでとう。ありがとう、感謝感謝。やば、本当にやばいかも。それはお誕生日おめでとう、ありがとう。お昼の12時から夜の00時けど、どっちが読めんのよね。あ、なるほどなるほど、どっちも待機するしかないよね。へえ、すごい。やば、かわいい、ありがとう。なに、ライブで、ライブでつぶつべ、あ、 YouTube ライブでか、 YouTube ライブで、なるほど、ライブで見える、見える、本当に録画しなきゃじゃん、それは。待って、わかるよ、私でもわかるもん。愛だ、愛だね、愛だね、それ本当に愛だね。とはいえ、ユンの中に動画があるから、それを待つかね、待つしかない。今スピンですか。スピンです、めっちゃスピンです基本いつもスピンです。あと26時間半、もうそんな風にあったの。あー、やばいやばい。17年前のお母さんはまだ陣痛来てない。私はなんか陣痛が来てからすぐ生まれた子らしいよ。そう、初見さんありがとうございますね。ありがとう、美人美人、そんなそんなそんな、全然。でもありがとうございます。あ、ここか、ありがとうございますあれ、いつもと違うところで配信、今日は実家の方です。岐阜の実家で配信中でございます。そうですよ、タワタ飾りはね、あれ一応持ってきた、撮った、前のってか広島のお家で飾ってたのを撮って一応持ってきた。こんばんは、こんばんは。本当は福岡への福岡タワーのライトアップも考えたけど、間に合わ、あ、なるほど、間に合わなかったの。また来年とかかなとか言ってみるでも首虎さんありがとう。待って、楽しみ増えちゃった、楽しみ増えちゃったやばいやばい、そんなそんな、本当やばいよね。こんばん、こんばんは。英語流れ終わったか。終わったよ、終わっちゃったよ。そんな、本当に愛だね、愛以上。待って、ちょっと調べてみよう、どういう感じ。わあ、渋谷、そう、渋谷だ、渋谷だ。へえ、8文字かける5行。ほう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 。やばい、楽しいな。すげえ、こんな通り、私の名前が。そんなそんなそんな、ここは、うわあ、クミドラさんありがとう。あ、でもなんか7月6の 6?6 だか、私の誕生日の前日のやつで午前0時にバースデーみたいな、そういうのが出てるから、私も抽選だけど誕生日だし来るんじゃない。主婦マイヤ、主婦マイヤ、こんばんは、こんばんは。ね、しっかりフルネームで送れるなって書いてあるから、お楽しみ。本当に、いやー、ありがとう、クミドラさん。やばやばやば。なんかさ、それもさ、タワーみたいにロードとかで書いてお返ししたい、私、ありがとうって。ちょっとメモっとく、メモらんくてもそれは覚えてられるけど、ありがとう。書かし、あの、メモらしてもらおう。やば、またボードで嬉しいよ、ありがとう。すごい、石油王さんここにいたのか、すごいね。石油王だ、石油王がいる。くるくるお願いしなきゃ。くるくるさん、くるくるさん、最近あれだ、私レッスンがさ、今あの8月メンバーレッスンが最近ないから、くるくるさんにも会えてない。
ドキドキするから誕生日1ヶ月くらい遅くしちゃいます。そんな8月の7日なんて、やだ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 、もう17歳になれるもんもう17歳になれるもん、なれる？え、見た目は？見た目は17歳になれると思う？17歳？大丈夫？なれるかな？中身は、見た目はどうだろう？こんばんは！こんばんは！こっちかこんばんは！やばー、待って、これはとりあえず見せるか。応援してくださる方がツアーの公演当たりますように、大きくも応援してくださる方がツアーの公演当たりますようにかけました。ジュナイ見える？お、見える？どう答えたらいいの？なんか子供っぽいとかないかなって、ちゃんと17歳になれる見た目してるかなって。ヨットさん星ありがとう、こんばんは、こんばんは、誕生日おめでとう、ありがとう。18でもいける？本当？いけるかな。ただでも意外と私メイクしてると実年齢より上に見られる。メイクしてなくても上に見られるかも。でも配信中はなんかあれ幼く見えるらしい。いや、どう答えたら喜ぶの？どういう風でも喜ぶ。特にまだ年齢になんかコンプレックスを覚えてもないしでもなんか16っていいなって思うから、17でも17もいいなって。もでも18も楽しみって感じはしゃぐ姿は8歳小学生じゃん。バッテリー大丈夫？バッテリーはね、今 83% あるよ。上下どっち見られる方が嬉しいの？今だと上の方が嬉しいかも。 16.99 歳、確かにそうだけど全然関係ないけど HKT、 あ、なんか最近すごい48グループ卒業される方多いですよね。毎日ね、 AKB さんとかも多いですよね、卒業される方。本当にね、 STU は最近はそんなにね、卒業発表はないけど、そんなにっていうか、私があれだね、凛子さんがちょうど私たちが入ってその直後に卒業された感じだけど、でちゃんとそのね、私たちが加入してから卒業発表された先輩方はいらっしゃらないから、もしね、どなたか先輩が卒業発表されたってなったら、私はもう衝撃なんだろうなってでもね、卒業ってアイドルにはそうどうしてもあることだからさ、受け止めなきゃってね。ママさんとお姉妹間違われるわけやね、間違われるもん。そう、誕生日祝いに行く、ありがとう。メイクしたら20歳ぐらいになるんですかね。うん、見られる、そう、上に見られるよ結構。うまい、うまいね。卒業寂しいよね。質は卒業少ないかな、かな。凛子ね、凛子さんね、あの同期のゆうながすごい凛子さんを大好きだったから、一度もそうやってなんか同じステージに立ったりできなかったから寂しがってた。未だにね、りんこさんのお話するの、そういうなと電話したりすると、私もりんこさんと話してみたかったね。ちょうどね、うーん、入れ違いだったから、まあ入れ違い、一応活動の期間でいうと被ってるけど、同じステージに立つことはなかったから寂しいね。ショックだったよね。だよね。いや、私はでもあれかも、アンナさんの卒業は耐えれる気がしない勝手に卒業させないでって感じだけどね。アンナさんがいつか卒業してしまうってなったら、私は耐えれるのか別れとかがすごいね、私わかる、なんかね、苦手なんだよね。そう、さよならがあるから出会いもあるんだけど、難しいよね。話したことある、話したことないの。そう、ゆなはりんこさんとりんこのロケでやってる。そうなの、ロケでやって、それでオーディション受けてるもんね。ハミさんは田中高校さん推しだったのかなね。田中高校さん推しだったみたいだよね。確かにそれはきつそうだね。きついと思う。ファティテグル卒業する理由はもうすぐ各事務所から何らかの発表あるよ。そんなことあんの？
そうなの？何があるんだろう。こんばんは、こんばんは。間に合った、間に合ったね。今日はまだ30分ぐらいある。あ、今日は配信しながらそうメール送ってみたくって。アンペイさんにイリナのお姉ちゃんってコメントしといたよ。確かにアンナさんはお姉さんみたいな存在。私は年齢が上のね、そう兄弟がいないからさ、アンナさんはお姉さんみたい。一生はできないからいつか時が来るんだけど、あれは何回経験してもきついね。卒業は何回経験しても慣れないものだよね。わかるよ。次は新しいスタートだからおめでたいことだけど寂しいね。ね、特に卒業と同時にさ、まあ、芸能界に残る方もいれば芸能界をね引退してしまう方もいるからね、辛いよね。具体的にはチームメイトが最初です。あ、そうなの。アンピーってメンバーからめっちゃ好かれてるよね。だってアンナさん優しいもん。どの先輩も優しいけど、あたすっごい優しいもん。死ぬわけじゃないからなと思うことにしてる。確かにそうではある。卒業公演やコンサートがあると限りをつけられるけど、そういうのがないときは寂しい。確かに急な例えばね活動自体とか研究生の場合はないことはないからさ、そういうのは辛いよね。やっぱりいいな、5年は安心。そうだよ、私は5年間は絶対いるから約束ね。引退かなしたら燃えすることもできないもんね。ね、辛いよね。尽きる限り空と海と川はつながってるから、そうとどこかで生きてるって思えばね。あ、そうメールも送りたいし、これも書かなきゃだし、よし、次のあれだね、短冊を考えよう。何考えようかな、次何しよう。17歳のうちにしたいこと、楽曲いただいたりツアーも成功させたいし、ショールームもね頑張りたいし。どうなんだろう、ショールーム当日なんか無料のギフト配られるみたいだけど、イベントあるのかな、どうなんだろうね。どうなんだろう。そう、5年保証なので私は5年保証です。安心してください、保証付きね。いいにゃんが日本いる限りやね。なんかお母さん、お母さん、何お母さん、何よ、ダイソードラムだけ置いてどっか行った。怖く。どっから開けるの？ダイソーさんっぽいです。ちょっと私今やることが渋滞してるから、最後のラッキー組で使うってことよね。書いてある、ユニアだから、これは外せない。太鼓、なんだこれ。短冊かけた、短冊まだ7枚しかかけてない。ボード代わりに、あ、なるほど。
運動会の入場の時の音。うるさい？うるさい？太鼓叩いた。しかもなんか説明の用紙も何もないから、多分最後ランキング読みで使いってことよね。50分になったら読みます。いや、なんだこれは。なんだこれは、絵になる？本当にね、あれね、太鼓そんなに私上手くない。こういう感じか。じゃあ今日の一番、固定できないな。今日の一番、なんとかさんですみたいな感じね、らしい。あれだね、タンバリンサイズ、タンバリンよりちっちゃいよ。もうお母さん、せめて説明を。何急に、歌舞伎みたいね、歌舞伎みたいよね。お母さんも変な人だから。そう、うちのお母さん変な人なの。そう、うちのお母さん変な人なの。なんかまた歩いてきた。あー、いた。あーあーあー、もう配信終わるってば。おばあちゃん500ありがとう。あとステージマイク、あーあーあーはあはあ、ため息です。また説明なしで置いてかれました。しろとこれは。なにちょっとカラオケの時よ。でもイヤホンもイヤホンであるもんね。イヤホンこの裏で隠しながらこうやって、でもぽくなるよね。ちょっと匂いがする。ね、あれかな、誕生日用かな。ありがとう、ありがとう。待って、私はあれなの、初めて配信中にメール送ってみたいの。ちょっとお母さんやばしないで。ねえねえ、あ、みんなお揃いにしてもいいよ。私が買ったわけじゃない、お母さんが買ってきたってことなんだけど、ダイソーさんでステージマイクとドラムセットミニ、お揃いにしてもいいよ。何買ってくんだろう。本当に、今メールを送ろうと思ってね。自撮りだけでメールでもいいよ。ありがとう。ね、お揃いにはしません。え、しないの？しないの？ね、ねえ、メール送りたいんだけど、ちょっと待ってね。ね、え、お揃いしないの？なんかもう困惑。キヨ兄さん、ラブレターありがとう。
むずいな。かまちゃん、花ありがとう。いいねもありがとう。ねえ、宇宙人？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 なに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 、ちょっとメールだけいつ送る。もう急に置いてくんだから変なものを。もうお母さんね、うん、ねえ、配信中に送ったって証明にこれ写真に載せるね。多分あれだよね、メールを取ってるけど今日たまたま配信来てなかったってからから来たらが見たらはてなって感じだろうけど、このグッズたちを写真で撮って申せよ。どういうメールね。あー釣れた。ね、メールに、配信中って分かるよこれで。謎いでしょ、この急にこんな写真送れてきてもね。ねえ、びっくりしちゃうよ。こんなものかしらねえ。さっきの可愛かった。ほんと、いちごは誕生日だから何かくれるらしいよ。電車だと何だって。いちご、何でして、いちごいちごの誕生日にはいちごを4つ以下で作った何かをあげたいね。手作りの何かを、メールを送ろうと思います。多分配信が終わった後とかにしか届かないけどね、いちご4つ以下ってむずいよね。むずい、確かに4つ以下あれじゃない、牛乳と混ぜていちごミルクにするとか。イハクさん、ボールありがとう。ボールね、ギフタンメン、お、ギフタンメン食べたの。ピリ辛なのね。そう、ピリ辛、辛さにもよるけど、ありがとう食べてくれて。うまちゃんすごい、ハートいっぱいありがとう。ショートケーキ、ショートケーキね、あれだね、ホールじゃなくてさ、一かけらなら4つで済みそうよね。これはお母さんさんが配信中に持ってきたもの。謎いよ、謎い。いちご大福よっこ、あ、賢い。いちご大福だとちょうどカウントしやすいよね。わ、賢い。それはそれは賢いわ。ちょっと今日の配信謎すぎる。なんか進行しなくなっちゃったじゃんお母さん。ねえ、もう何今日どうしよう。楽しませられるかねこれで。ちょっと待って、ちょっと待って、不思議なメール。メール変な、そう、これさ、あれだよ本当にさ、あれだよ、メール取っててたまたま今日配信来てなかったって人からするとさ、謎いメールになるよ本当に。ごめんね、とりあえず送る。
ちょっとあの配信終わってからメール届くから、そう朝からふってなると思いますが、50分になってしまった。ちょっとお母さん短冊かけなかったじゃんね。お母さんのせいでかけませんでした。どういうことお母さん、せめてなんかメモかなんかしてよ。じゃあ今日ランキング見ます。50分になってしまったので、ちょっとよくわからんかった今日は。よしよしょ、わからんわからん。お母さんって、お母さん本当に変な人なのよ、ね、うちの親って変なの。はい、今日の16位以内の方発表していきたいと思います。これ使ってやってみるか。はい、16位、ラベンダーさん。15位、ナラニシさん。14位、ブレイクライさん。次が13位、13位、なるみあとさぬきうどん大学卒さん。次が12位、はい、夏のパン祭りあとつとめみかっこサマージャンボミニ買いましたさん。いいねはい、次が11位、もこはまるで雪の結晶あとモコズソードゆいにゃ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 さん、ありがとうございます。次がここはトップ10入ります。10位、ヤットンさん。あ、ヤットン、あとおつまみんさん。次が9位、ドグラさん。次が8位、スプマンテさん。次が7位、トラサゴさん。なんか上手くなってきてない次が6位、たかしあとおつまみんさん。次がここからトップ5に入ります。いきます。5位、ヤマシーさん。次が4位、キア兄さん。次がトップ3に入ります。3位、ランキングが変わってしまった。でもトップ3は、え、変わった、これ2と3が入れ替わった。ごめん、今の状態でいかせてもらいます。いきます。3位、かわちゃん。2位、たまあとつまみさん。では今日の1位発表したいと思います。最後は2本で。今日のライブランキング1位はゆいにゃん ×100 回目ありがとう、あとヤミーズ&おつまみさん、うまちゃんでした。ありがとうございます。なんか使いこなせてる、もしかしてあれだね、ライブのあれだね、あれじゃん、ちょうどさ家で自主練するときにちょうどいいかも、これでね、良きかもちょっとお母さんありがとう今ちょっと本当の使い要素分かったかも。これなんか結構空洞になっててさ、ほらさっき気づいちゃったね。すごい、うまちゃんありがとう。100回目だって、うまちゃんありがとう。100回、もう100回かこれから200回も300回も500回も1000回も1万回もずっと一緒にいましょうでは今日も、今日はそうボードがないから、今日はね紙にカチカチしましょう。そうです、これこれさすがに大きすぎるから半分とかにして書こうかなね。100回の人多い？そうなの？100回の人3人います、私含め。そうなの？へえ、すごい。1万回配信してくれるの？1万回だとどうなんだろう？5年で、え、でも5年で、
1500とかだから、あでも1万くらいは難しいか、どうだろう、でもそんぐらい行くつもりで頑張る。今まで一番発信した方でどんぐらいなんだろうね、50年、どうだろう、入れるかな、ね、何期生まで入ってるんだろう、何十何期生とかだよ多分、やばいやばい、20何期生とかやばいね、ちょっと短冊これ裏での作業になりそうですね、これは。とりあえず今日メールは送りたいからいいか。3年で1000と考えると30年経ったら今のお母さん超えちゃうよ、やだ。じゃあ今日は待って、てか時間が普通にない、やばい、ちょっと書いていきましょう、普通に時間がない、ね、いつもはさ50とかに終わるからちょっと過ぎてもいいけどさ、もうね10時になったらさこれ切れちゃうから、ちょっとパッパッと書いていきましょう。今日は猫にしよう、いつものあの猫にしよう、そうテンバーね持ってきたの、でも暴走こっちの家にあるかなと思ったら多分捨てられたのかな、暴走なくって、一発書きだ今日、やばっ、よしよしよし、あ、よき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 、で3位がうまちゃん、今日いっぱいやつがきだから緊張しますよ、たまさん、うん、お母さん本当に何持ってくるんだろう、怖い、変なものしか買わない、変なものを買うならね、私にアクセサリーを買ってください、お母さんアクセサリーが今欲しいです、よし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 、今日が7月の5だから、やば、誕生日あさってよ、早くない、やばいかも、やばいかも、やばい、やば、ああ年を取ってしまう私が、やばい、どうしよう今日、黄色もし私忘れたのか、リボンつけとこう、うまちゃんにリボンつけとこう、いつものボードとかないけど、ここにああれ書こう、でも普通に時間ないよね、やばい、最後ギリギリで見せる感じになると思う、これ多分配信でここで書くのは初めてだと思う、こんな感じになります、ちょっとめっちゃシンプルなんだけど時間がなさすぎて。はい、こんな感じになります、1分前やばい、今日3位かまちゃん、2位たまさん、1位うまちゃんでした、黄色がなかったんでピンクで、あのうまちゃんにリボンをつけました。やばい時間がない、で今日は配信ライブは初めてかな、見せるの書くのは初めてだよね、サイン書いてみた、ちょっとねシンプルすぎるから。そしてねあれくみとらさんありがとうございますね、またメールに書こうかな、明日のメールにね、そう出るみたい私があって書かせていただこうと思います、では多分もうそろそろ切れてしまう、この時間いっぱいまでやるっていうのは最近いつもね終わってからメール送るようにしてたから久しぶりですね、だから途中でブチンってなるですやつだよね。では今日もありがとうございました、そうあさって、あー時間になった、ありがとう。